must learn the technique。前回に続きカットイン、その後半です。まずはカットインを行う手前にスクラッチを入れてみます。ここではシンプルに1拍目カウント1のタイミングでカットインです。スクラッチが入ることによって聴く人も身構えることができ、唐突さが和らぎます。リズミカルに自由に行い、シャープな音を意識します。次に4拍目、カウント7のスネアドラムでスクラッチからのカットイン。ここではさらに7で離した後、1のタイミングでストップボタンを押します。ブレーキ音を生かすため、クロスフェーダーはアクションが終わるまでセンターに残しましょう。次のステップはストップボタンとスローリワインドの合わせ技です。6のタイミングでストップ、7でゆっくりとしたリワインドで音を残したまま、1で逆の曲へスイッチします。ポイントはリワインドの際、レコードではなくターンテーブルのプラッターを優しくコントロールします。リワインドさせた音が止まるのを待ってクロスフェーダーを切ります。6で止めるのが難しい場合、5で止めて7でリワインドでも構いません。どちらのアクションもオンビートな上、少し時間に余裕が生まれるので簡単になります。次はリワインドとボリュームダウンフェードアウトの合わせ技です。1のタイミングでレコードをリリースして、クロスフェーダーはセンターに残しながら縦のチャンネルフェーダーでフェードアウトしていきます。レコードのリワインドはできるだけ高速に、そしてその速さも維持します。チャンネルフェーダーは自分の好みのスピードで落としていきます。まずはレコードの逆回転だけの練習をすることをお勧めします。7からのスタートでも同じようにやってみましょう。多少強引さはありますが、独特のグルーヴ感が得られます。今度はエフェクト機能を交えてみます。使うのはエコーまたはディレイです。カットインを入れる1小節手前のカウント1でエフェクトをオンにして、縦のチャンネルフェーダーで元の音を切ります。エフェクト音を聞かせつつ、待っている次のカウント1のタイミングでカットインします。こちらもタイミングを変えてカウント7でスタートもやってみましょう。もちろんどのカットインも様々なタイミングのスタートでも練習しておくとよりはかどります。最後にエコーとリワインドの合わせ技です。先ほどのエコーと同じタイミングでさらに高速リワインドさせ、
その音を吹き飛ばすイメージです。手数が多いのでエフェクトをオンにするタイミングを少し手前にすると簡単になるでしょう。ここでも回転の強さとチャンネルフェーダーを下げるタイミングに気をつけましょう。